はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第753回をやっていきたいと思います。今回は価格効果ということをやっていきたいと思います。で、価格効果って何かっていうと、価格の変化が消費量に与える効果ですね。まあ、価格が変化したら、それで消費量がどういうふうに変わるのかというのを見るのが価格効果ということになります。で、これを細かくこう分解すると、価格効果っていうのは代替効果と所得効果の2つを合わせたものを価格効果とするということですね。で、代替効果、所得効果っていうのはまだやってないので、次回とその次で詳しくやっていきます。まあ、これ今回はその全体像というか、まあ、そのイメージだけ持っていただければいいと思います。で、次回代替効果で、その次に所得効果っていうのを詳しくやりますけど、まあ、今回は全体像ということで、あ、大体こんな感じなんだなっていうのをまあ、掴んでいただければいいかなと思います。で、具体例として、まあ、例えば牛肉を上級剤、豚肉を下級剤とするということですね。で、上級剤、下級剤というのは復習になりますけど、上級剤というのは所得が増えたら消費量も増える、所得が増えたので消費量も増える、これが上級剤ですね。所得が増えました、だから消費量も増えました。例えばお給料が1万円上がりました、だから上がったお給料の1万円で、ね、例えば買う、ね、今まで買わなかったものを買うとか、今まで買ってたのをさらにたくさん買うみたいな、その人の所得が増えたのでその消費量が増える、そういった商品だったら上級剤ですね。で、逆に所得は増えたんだけど消費は逆に減っちゃいましたというのを下級剤と言うんだと。で、これは復習ですよね。で、所得増えたのに、所得が増えたばっかりに逆に消費量が減ってしまったとっていうのをこう下級剤と言うんだというのを以前やりました。なのでこれは復習ですね。で、そうした時に牛肉の価格が下がった、ね、そうした時に牛肉を上級剤、豚肉を下級剤とするということです。要するにお給料に余裕がなかったから豚肉をたくさん買ってたんだけど、お給料に余裕ができたので豚肉じゃなくて牛肉、もっと高級な牛肉の方か、だから今まで豚肉買ってたんだけど豚肉逆に減らして、ね、もっと高級な牛肉の方を買うと、ね、所得増えたばっかりに逆に消費量が減ってしまう可能性があるものを下級剤と言うんですよね。で、そうした時に牛肉の価格が下がりました、ね、牛肉は上級剤です。牛肉は上級剤で、その上級剤の牛肉の価格が下がりました、ね、ということは言い方を変えると、これ言い方を変えると豚肉の価格が割高になったということですよね。牛肉の方が高い、ね、豚肉の方が安い、だけどこの牛肉の方が下がったと、値段がね。そうすると今までに比べると豚肉の価格が割高になったということになりますよね。そうしたときに、この価格効果というのは代替効果と所得効果の足したものですということです。じゃあまず代替効果って何ですかって言ったら、割安の牛肉をの消費を増やして、割高の豚肉の消費を減らすということですよね。今まで豚肉にお金を使ってた分を、ね、豚肉から牛肉にこう、ね、変える、代替して、ね、豚肉の消費を減らす。ね、逆に牛肉の消費を増やすということをすると、ね、この効果を代替効果というふうに言うわけです。で、それに対して所得効果っていうのは、牛肉の価格が下落したっていうのは実質所得の上昇と同じですと、ね、例えば自分のお給料は20万円で変わりませんと、20万円は変わらないんだけど商品の値段が下がったということは実際20万円で買えるものが増えてますよね。だから20万円っていう額面の、ね、所得は増えてないんだけど、実質の所得、ね、要するに商品の値段が下がったことによって実質所得はむしろ上がっているということになります。この人は20万円が21万円になったわけじゃないんだけど、20万円は20万円のまんまなんだけど商品の価格が下がったので、この人が持っているお金の価値っていうのは上がっている、実質所得は上がっているわけですね。なのでいつもより多くの牛肉を買いますと、ね、なので牛肉の値段が下がったということは、言い方を変えたら自分が持っている実質の所得が上がったということなので、まだたくさん買うことができる、牛肉をもっとたくさん買うことができるわけですね。なのでそれでこう牛肉を買うというのを所得効果というふうに言っています。で、この代替効果、豚肉の代わりに牛肉の消費量を増やした、そして自分の実質所得が上がったことによって牛肉の消費量を増やした、この2つの、ね、合わさった効果により
ね、牛肉の価格が下落が生じると牛肉の消費量が増えますよね。これをこう価格効果というふうに言っているということですね。次回は代替効果、その次は所得効果というのをもう少しこう詳しく説明していきながら、最後この価格効果ですねをまとめていきたいと思います。はい、今回の動画がですね、もしあなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。